様こんにちは。絶望ラインコでございます。私は独身、工場勤務の労働人類です。本日引き取り業務のため本牧の方に来ております。基本デスクですが、たまにこういった業務があります。大黒パーキングエリアのカツカレー、いつか食べてみたい。恥ずかしながら帰ってまいりました。柴犬絶望ライン犬から雑に歓迎されます。散歩に行くぞ、絶犬よ。可愛いですね。絶犬さん、いつもの感じでお願いします。キャメラあっちです。皆様お疲れ様です。絶望ライン校でございます。今日は暑い中力仕事が多かったので、さすがに疲れました。台所で晩酌をしようと思います。まずはサムネ撮影。こういう慣れに我ながら嫌悪感を抱く。やっと飲める。引っ越し後初の台所晩酌です。乾杯。うまい。今夜のこれを楽しみに仕事をしました。酔っ払っちまう前に包丁業務を終わらせておきます。長ネギとニンニクを刻みます。キューカンバー、豚バラも買ってきました。包丁業務が終われば安心して飲めます。飲みながら適当につまみを作っていきます。まずはこのちくわに、キューカンバーを突っ込みます。生姜もあったのでこれも試してみる。そして切ります。ちくきゅう。ちくわにキューカンバーを合わせた伝統的な宮廷料理です。あまり飯に合わないが弁当の常連、きっとコネを使っている。縮小。ちくわに神社を合わせた西蒲田の家庭料理。以前インスタ会議で教えてもらったわさびマヨネーズでいただく。
うまい。わさびが魚のすり身に、マヨがきゅうりにぴったりと合う。それぞれの持ち味を引き立てる最高の組み合わせです。では畜生はどうでしょうか。これは名前の通りの感想である。たまには AM を聞きましょう。皆様こんばんは。東京トワイライトのお時間でございます。いかがお過ごしでしょうか。最後までお聞きください。この番組では皆様からの素敵なお便りと、そしてクソみたいな J-POP、 あとくだらないダラダラとした一発撮りのおしゃべりをお届けしております。本当に一発撮りなので、ちょっと、何をしゃべったらいいのか分かりません、ね、では最初に、レターの方を、お便りの方を、紹介させていただきます。鉄棒ライン公チャンネルご担当者様、お世話になっております。先日ご連絡いたしました、日本は案件ですね、案件の、メールなので、読むわけにはいかないと思います。申し訳ございません。読むことちょっと読んでいいかな。この度は絶望ライン子チャンネルの動画を拝見しまして、ぜひクライアントである、なるほど、 VPN の案件ですね。これはちょっと、できませんので、本当にできませんので、絶望ライン子チャンネル様、突然のご連絡失礼いたします。これも、案件ですね。これは、SNS 広告動画の案件らしいですね。これも残念ながらちょっとできないということで、ちょっと申し訳ないんですけど、さあここで交通情報をお届けします。首都高湾岸線上り、は大黒なんちゃらエリアで、渋滞、そして三郷坂ジャンクションで渋滞、三宅坂ジャンクションか、あとはなんか渋滞です。首都高下り湾岸線渋滞、首都高湾岸線渋滞やばいです。そんな感じでお別れのお時間ですので、今日のところはこれでちょっと終わりたいと思いますね。東京都内の本日のご視聴誠にありがとうございました。来週はありません。レディオの後は焼き物の準備です。もつを焼きます。もやしを入れます。酒を少し、なんとなく醤油も入れてみます。いい香りがします。できました。もつともやしの炒め物、いつの間にか3杯目ハイボールを飲んでおります。これは大変にビューです。たまらねえ。独特の食感のもつと、もやしのシャキッとしたやつが、なんかこういいよなあ。
真剣にキムチを取り分ける40歳独身男性の様子です。乾杯。最後の一本楽しみます。鍋を洗い、締めの準備だ。久々の台所晩酌、とても楽しんでおります。ニンニクと豚バラを炒めます。だいぶ酔っているのでゾロッペーです。卵を入れて飯をドカン。飽きるまでしつこくチャーハンを作ります。皆様が飽きるまでではなく、私が飽きるまでです。酒飲んで鍋振るのが楽しいってわけね、ルパン。藤子ちゃん、キムチとネギも入れるよ。居酒屋の定番、キムチチャーハン。どう作っても失敗しないので、最初に覚えたのはこれでした。味付けとかも最悪しなくてもうまいです。酒屋で駆動。醤油屋で駆動。気が済むまでガチャガチャやって完成です。えいや。それっぽくできました。絶望キムチチャーハン。焦げようがべちゃろうが、キムチャーは裏切りません。締めはやっぱり飯物が欲しくなります。マリーザではなくルカのレンゲです。いただきます。我ながら上手にできました。ビューだよこれ。豚の油とキムチ、この2つが飯に合わないわけがないんだ。そしてビールにも合う最強の無国籍料理だ。ああ、しかしこのうまいキムチチャーハンだけは食わずにいられん。2匹でドープネスタイム。
ごちそうさまでした。私の台所晩酌にお付き合いいただいた皆様、本日もご視聴ありがとうございました。柴犬の手で枝豆の匂いがします。